はい、お疲れ様です。ドラムの時間ですね。今からまたドラムをやっていくんですけど、今日もまず、初心者に教える技から。前回は普通にバスドラの数ですね。もうとにかく右手はずっと8です。8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、8、8、左手は3と7、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。で、前回教えたのは、足は1、3、5、7、1、3、5、7かな。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。これができればもう、基本的に何でも叩きます、もうこれで。何の曲でも。この木何の木って気になる気になるって、たたたない木ですから。ほら、叩けるんだね。何でも叩きます、これで叩ければ。はい、じゃあ次。今日教えるのはですね、これです。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6です。5、6が足。1と5、6が足です。はい、覚えてください。1と5、6が8。もう前回のはできてますよね。もう時間あったんで、3日ぐらい。もうできてないとダメですよ。次は5、1と5、6。はい、いきますよ。1と5、6、8で、これ8。1、2、3、4、5、6、7、8。で、これは3と7。1、2、3、4、5、6、7、8。で、これは1と5と6。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、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 1、2、3、4、5、6、です。いきますよ、これで。1、2、3、4、5、6、7、8、5、6ですよ。1、2、3、4、5、6、1、5、6。この木なんの木、気になる気になる。選曲がダサいとかそういうのは言わない。あれでもいけるよ。いけちゃうんでね。次じゃあちょっと僕のロールの練習をやります。ずっとやってんだけど、実はロールの練習これ合ってんのか、ドラムできる人ちょっと見てくんない。俺こうなってんのよ。もう俺2つの指、1本の指でしか持ってないので、止める時だけこうグッと押さえてんの。これ合ってんの？なんかさ、ここで操れみたいなの言うよ。俺もそんなできないんだけど。アクセントもうちょっと上手かったんだよ、昔は。もうちょい左の手首が動いたはずだと思ってんだけど。ちょっと悔しい思いばかりが、来るんですけど、じゃあね、いろいろドラムの、動画の方にコメントいっぱいくれてるんで、なんか、質問は基本読んでいきます。で、この動画に叩いてほしい曲、質問あったら、書いてください。めっちゃマニアックで申し訳ないですが、カンサスのケリニオン・ウェイワールド・サン、伝承って曲のドラムをやってもらいたいですと。できないよ。なんかリズム変わるでしょ、途中で。覚えなきゃできませんでした。すいません。まさか本物のドラム叩く動画出るとはと。口ドラム動画前めちゃくちゃ好きで、たまに見直してしましたと。なので、ゴースト女ダンスフォーはやってほしいです。ブリンク182ですね。これはね、もう結構聴いてきた曲なんで、聴いてきたからこそできないっていうのがあるんですけど、まあその生き様だけを、生き様だけ見せていきます。ドゥクタク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 。全然できないですね。この動画はそれ、楽器できない人から見たら、あんま思ったよりできるじゃんって言ってくれると思うんですけど、ドラムできる人から見たら、
おこいつこんなクソ下手なのによく動画に載せれたなという動画になってるんで、ほんとすいません。でもあのリハビリを動画にしていくっていう恥さらし動画なんで。じゃあ次、次いただいてたので K-POP やってほしいなと。ストレイキッズって呼ぶのかな、のマニアック、ちょっとあのドラムっていう感じではないんだけど打ち込みに合わせてちょっと叩いていきたいと思います。まあそれそうなんだけど曲を覚えないとできるわけないんだよね。さてはウォッチザロック見ました、バンド兼劇団スカシ期待してます。これ見てないです。口ドラムの Yourself 以来ですかと。いやもうドラムっていうもの自体はもっと前からやってないんで、口ドラムはもう口だから、口ドラムはジャンルが別、もう違うジャンル。待ってました、もう聞かないと思ってました、感動ですと。ブリンク182にもトムが帰ってきていい波がやってきて、そうブリンク182にトム帰ってきたね。すごいことだけどよく許したなって俺は思ってる。もうトム帰ってくることないだろうと思ってたけどよく許したよ。あれはだからメンバー2人にあの乾杯です。椅子高すぎると正面から見た時ドラムセットが小さく見えたり猫背になったりするのが嫌なんで、自分はちょっと椅子低めにしてドラムの位置を上げたりしますと。俺もちょっとね足が当たっちゃうからちょっと椅子をちょっと下げたんだけど、まだちょっと俺の配置とはちょっとまだ違う感じがするから調整していきたい。くれない楽しみにしていますと。 The shadows on the wall、 これでできるかな、2個叩くのよ。あ、これでできるか、これでできるか。すごいのよこれ。これがうわ違う、曲叩いてって書いてあるんで、これはまた叩きます。最後に田さん50年ぶりって一体いくつなんですかと。これは40代前半ですね。ドラムをやるきっかけは何だったんですかと。なんか学校でドラムの授業があって意外と性に合ってたというか楽しかったの。足は1357とかいうのもやるのが結構楽しくて、であとその後ここのなんかため回し、このもうほんとこれだけ、これをやりたくてね。学校でちょっとうまくできたからジャンプでやって、ジャンプでやった後公立受かったから、あの親が公立受かったら私立のお金が、私立ってめっちゃお金かかるからだいぶ浮いたからつって電子ドラム買ってくれて、そっからあのライブに出てみたいなので結構ドラムやってました。流行りの曲やってくれって書いてあったから、ちょっとこれも全然叩けないんだけど、ちょっと叩いていきたいと思います。とかも結構こういう打ち込み曲も使いつつのバンド曲っていう感じ、一時期やってる時期があって、なんか
懐かしい感じですごく馴染み深いというか、この曲のドラムはですね、新谷くんがやってくれてるんで、それ貼り付けてるんで、新谷くんの動画良かったみたいです。じゃ最後にちょっと港の曲のなんか叩いて、でちょっと終わりにしたいと思います。そんな予感もきっと季節外れの嵐が揺れる。あれこれ使って、全然うまく叩けてません。私はあとちょっと練習を続けていって、だんだんうまく叩けてきてんなっていう風にみんなにも思われるように、まあそろそろ恥ずかしくないんじゃないかって思われるぐらいまでにはいけたらなと思いながら、ちょっと真剣に続けてって、このリズムとかできるようになっていったらいいんじゃないっていうのがある人がいたら教えてください。それではありがとうございました。また会いましょう。それでは劇団スカッシュの新グッズが販売開始でございます。こちらのね、トレーナーとパーカーがこのネオンカラーのバージョンで、壊れちゃうよ、体が壊れちゃう、ごめんね販売開始となっております。はい、壊れちゃうよ、いいトレーナーだな、もう壊れかけっすよ、俺の心が。こちらのね、はい、詳細はですね、はい、概要欄に貼ってありますので、ストアの方を覗いてもらいましたら、はい、着用写真とか、はい、いろいろ何が言ってるか出てるんで、ではまたね。